喉治ったかな。そうそうなんですよ、治りました。なんかいつの間にか治ってた。でもまた痛くならないようにずっとここに置いてあります。これ飲みました、これ食べました。食べました、これを。あんまり美味しくなかったけどなんか苦かったけど。こんばんは。なんか喉飴がないと思ってたらありました、家に。ちゃんと探したらなんか薬が置いてあるとこにあった。すごい、なんか新しいギフト、ありがとうございます。これは何だろう。ああ、うん、なんかお餅みたいなやつ、ありがとうございます。あとバラ、ありがとうございます。あと白い花、タンポポの白いバージョンみたいなやつと、コンペイトーたくさんありがとうございます。コンペイトーって食べる機会ないよね、あんまり食べたことない。コンペイトがたくさん降ってきた、ありがとうございます。今日からメールを取り始めました。おお、ありがとうございます。メールね、メールは頑張って送ってる。まあ少なくなはないとは思ってます、自分の中で。こんばんは。まあ量だけが大事じゃないですけどね。こんばんは。すごい今日は筋肉痛です、とても。筋肉痛です。朝起きた時、あ、やばいってなった。痛すぎて体が。こんばんは。コンペイトありがとうございます。ありがとう、コンペイト。コンペイトって可愛いな。ありがとうございます。そう、今はね、なんかリハもマスクしなきゃいけないんですよ。そうだから、なんかもう2倍体力奪われてる。なんか制服の目とか昨日披露したんですけど、制服の目って普通に踊ってるだけでもさ、結構疲れるんですけど、疲れるっていうか体力奪われる系の曲なんですけど、マスクしてるからもう裏で息切れが止まんなかった。一曲踊っただけなのに。なんかマスクしながらさ、普通に電車乗って歩いてるだけでも結構
嫌じゃないですか、しんどいじゃないですか、まあ、普段、まあ、冬はマスクしてたけど夏とかはしてなかったし、そう、もう撮りたい一心だったけど、そう今はもうしなきゃいけないから大変ですけど、こんばんは。そう、苦しい、めちゃめちゃ息苦しい、とっても、まあでも今の時期はしょうがないです、こういう時期ですから仕方ない。こんばんは。でもこれだけマスクしてさ、すごい手とか消毒してたらあれじゃないですか、インフルエンザとか少なそう、今年の。やっぱでも少ないよね、絶対少ないよね、これだけ徹底してるんだもん。だって私の妹もさ、絶対なる人なんですよ。なんかいるじゃないですか、そういう人。ワクチン予防接種してもさ、なっちゃう人。妹もそうなんだけど、ならなかった。そう、私もインフルかかったことないんだよね。でもしんどいって聞くけど。わー、コンペイト、かわいい。ありがとうございます。めっちゃカラフルじゃん。ありがとうございます。やっぱうがいと手洗いと消毒は大事ですね。これからも頑張らないと。大事大事。もうさっきはあのチリさんの卒業コンサートの、あの、なんていうの、資料が来まして、これから覚えることが多くて大変になりそう。ちょっと私の頭をフル回転させて頑張って覚えて、頑張ります頑張ります。いや、なんかね、今回のステージなんかすごかった、一言で言うとすごかったです。なんか今までにないパターンって感じ、私的に。だからお楽しみに。もうあと1ヶ月後だもんね。いや本当ですよ、1ヶ月で踊れるかなっていう不安でしかないよ今は。もうだって12周年はさ、すぐにもう資料とか来たけど、なんかまだ私ジュリナさんのコンサートのセットリスト知らないし、チリさんのしか知らないから、どうなるんだろうっていう不安と、覚えれるかなっていう不安もあるし、なんか大丈夫かな自分って思ってる今のところ。覚えれるかしら。まあ覚えなきゃいけないんですけどね、結局は覚えなきゃいけないし、それが使命なので頑張る。私発表で知ったんだよね、ジュリナさんのコンサート2公演分あるのが。やばいよやばいよ。やっぱこういう時はね、そのやっぱ私が SKE に入って初めての大きいコンサートがマサナさんの卒業コンサートだったんですけど、やっぱりあれだったんですよね、覚える曲がもうやっぱ最初は多いんですよ、すっごくすっごい多いの。そうだから後輩の方が大変ですね、こういう大きいコンサートは。覚える曲
とか特に、なんか卒業コンサートってなるとなんかその人の思い出の曲とかやっぱやるじゃないですか。だからやったことない曲とかもそりゃ覚えなきゃいけなくなるので大変、一言言うと大変です。こんばんは。だって私マサナさんの時あれ踊ったよ、神々の領域オールで。神々の領域あれ以来歌ってないですよ歌ってないです。何踊ったかな、なんかなんてボヘミアンとか踊った気がする、超懐かしい。あとなんだろう、何踊ったっけ、でもだなんだっけ、愛の意味を考えてみたとかあったよね。あとは抱きしめちゃいけないとか、すごい覚えてる。やっぱそういうその人の関する曲をやるわけじゃないですか。だからね、私はその時だいぶちっちゃかったので、あの狼とプライドを踊ってました。後ろでバックダンサーしました。懐かしい。そう、まだ私がすごくちっちゃかった頃に、もう今はだいぶ大きくなったけどすごい身長ちっちゃかった、まだガリガリだった時です。こんばんは、やっほー。劇場公演の入場者数が110人になる。ねえ、びっくりした。今と何人増えるんだろう。60人ぐらい増える？いやー、だいぶ大きいよね。なんか嬉しい。ちょっとずつだけど、すごいお客さんが増えてきて、とってもとっても嬉しいです。楽しみだー。でもまだコールはできないんだよね。そう、今46人、あ、64人増える。楽しみだな。やっぱ倍率って高いんですか、今の公演は。やっぱ当たらないような感じ。ちなみに私のコンサートはあれです、なんだっけ、9日だ、9日に出ます。こんばんは、受験の方ありがとうございます。 SQ48 チームメイトの石黒月です。ありがとうございます。なんかやっぱでもね、コールがないのとあるのとでなんか違うんだよね。すごい踊っててもなんか寂しい気持ちになる。なんか6人から8人になった時、目の前にお客さんがいたのすっごい感動したんですよ。やっぱ何ヶ月も公演やってなくて、やっと公演できた時でもなんか配信限定でだったから、すごい公演ができること自体がもう嬉しかったけど、やっぱ8人になってお客さんがいるのも嬉しかったんだけど、やっぱなんか16人で公演
16人でのコールに慣れてるから、なんかコールがあるのがすごい当たり前っていうその何感覚になっちゃってるから、なんかコールがないのが寂しい。なんて SOS とかさめっちゃさこういう感じだったじゃないですか。あとなんだっけ、放課後レースとか、そうだからすごい早くコールができるようになりたいですね、公園で。コールできないのほんと辛そう。やっぱどうなんですか、その劇場公演に入った人はコールできないのって。やっぱ出したくなっちゃうようなもんだよね。心の中でめっちゃ交流してます。おー、いいことだ、それは。とっても。早くコール聞きたいな。聞きたいな。私お見送りもさ何も声かけてあげられないんです、メンバーは。ただただ手振ってるだけよ。なんかメンバーだけならさありがとうぐらいは言いたいのに、なんかお互いすごい無言で手振って、なんかすごい複雑。そう、すごいシュールですよ。初めてやった時びっくりしたもん。ああこんな感じなんだって、すごいなんか悲しくなった。前は普通にさすごい距離も近くてできたのに、今はもう線上みたいなめっちゃ決められてて悲しい。そう、ありがとうぐらいね言いたいな。どうなんだろうね。確かに劇場コールなしのまま人数増える方がいいのかな。確かに。どうなんだろうね。なんか難しいですよね。どっちを取るかって話でしょ。人数を増やすのかコールできるようにするのかっていう。マスクの上からコールしちゃダメなの？まあダメだからこういう風。こんばんは。月友ポーズ、月友ポーズとは、考えるってこと？どういうポーズかな？ハイタッチでお見送りだったのに。私ハイタッチのお見送りしたことあるっけ？ない気がする。ハイタッチでお見送りってありました？前、結構前。
何も一回もないや。でも楽しそう、ハイタッチとか。ああ血が入る前か。なんかさ、なんだっけ、どこのグループだっけ、肩叩きみたいなしてたよね、 NMB だっけ。なんかすっごい初期の頃さ、肩叩きみたいなしてましたよね。なんか見たことあるその映像。そうなんだっけ、スター姫探し太郎で見たことあるんですよ、肩叩きしてるの。すごい楽しそうだったよ。でもでもだいぶ前ですよ、だって1期生の方の時代だから、めちゃめちゃ前で、すごい前の月。2014年5月25日まで。ああ、すごいきっちり。すごいきっちりされてて。こんばんは。もう握手できなくなってからもう1年経ってんのか。早いな。握手ができるようになるのはいつですか？いつになるんですか？読解じゃなくて握手会になるのはいつですか？大きいて大きいて。そう、手は大きいんだよね。あと異様になんか曲がる指が、異様に曲がるんだよね指。そう、なんかみんな曲がるものだと思ってたの。そう、そしたら「そんな曲がんないよ」って言われた。そう、ピースとかこうなっちゃうの、指が曲がるから。そう、手形大きかったでしょ、自分でも押してて分かった。あ、でかって思って、あ、でかいと思って押してました。ルーちゃんの2倍ぐらいありそう。いや、ルーちゃんの手はマジでもう子供、中学生ぐらいの手してる。かわいい。そう、自覚ありです。だって大きかったもん、手が通した時すごく。かわいいなギフト、ありがとうございます。ありがとう。
伊田さんとどちらが大きいのか。あ、りょうなさんですか。これはね、でも一回測ったことあるんですけど、りょうなさんの方が大きかった。私も別にさ、すごいちっちゃいわけでもないし、多分大きい方だから、手はだから相当りょうなさん大きいってことだよね。こんばんは。すごいって聞こえる。救急車の音怖いよね。すっごい苦手。救急車の音ってなんでこんな聞こえるんだろう、遠くの方まで。すごい。コンペイトありがとうございます。そう、耳はちっちゃいのよ。そう、そう、耳はちっちゃいの。そう、耳はちっちゃめなんですよ。そう、この可愛いなゲート、ありがとうございます。足何センチなんだろう。足は 24.5 か5か4か、そのどれかです。なんかメーカーによる。なんかローファーだっけ、ローファーは確かちっちゃくてもいけた気がする。なんか制服の衣装とかの時に着るやつ、履くやつ。でもなんかちょっと高めのヒールの幅、狭めの靴は大きくないと入らない。うん、わかんないんだよね、自分でも。でもなんか多少大きくても履いちゃう、私は。なんかちっちゃいのは我慢できないけど、大きいんだったら全然履くって言って履いちゃいます。撮影だったら動かないしさ。なんか例えばコンサートっていうか、なんか劇場公演とかで、あ、ちょっと靴大きいかもって思ったら、やっぱ踊るし、踊りづらいんだったら変えてもらった方がいいけど、撮影で別に動きもしなかったら全然きつくても大きくてもすぐ終わるし、いいやって言ってそのまま履いちゃう。サイレンが聞こえる。聞こえる？ショールームの向こうにまで聞こえてるの、すごい。こんばんは。もう8時半だ。早い。あっという間。靴ね、いいよね。靴って可愛いよね。すごく靴見ちゃうもん。人が履いてる靴。スニーカーも可愛いし、ブーツも可愛い。何でも可愛い。なんかでもスニーカーは夏ってイメージあるし、なんだろう、ブーツだと秋のイメージ。秋、
冬ぐらい、うん、秋冬ぐらい。いやー難しいよね。こんばんは。今月からメールを取ることになりました。ありがとうございます。キラキラ頼りっていう名前です。メールの名前キラキラ頼りっていう。こんばんは。仕事から人の目元とかよく見てしまう。おお、職業病って皆さんありますか？でもそんなないか。職業病あるか。職業病って難しいか。職業病、ゆずは多少の自撮りなら別に恥ずかしくない。街中でしても何とも思わない。別に誰も見てないしって思っちゃうし、なんかあるかな。職業、なんか「お疲れ様です」って言っちゃいそうになる。そう、「お疲れ様です」って言っちゃいそうになるし、とかバスとか出発するときお願いしますって言っちゃいそうになっちゃうし、なんかありがとうございましたまあいいとして、お願いしますはさ、え、何ってなっちゃうじゃないですか。そうだから危ない危ないってなっちゃうけど、なんかもっと考えればあるんだろうけど。出てくるか。夜でもおはようございます。あー確かに、初めて会うときはおはようございましたもんだって。そうだもん。やっぱ誰しもあるのか、職業病って。うん、夜でもおはようございますは言うんですよ。おはようございますが最初。朝でも昼でも夜でもおはようございます。職業病か。
他になんか、なんかありそうなんだけど出てこない。すごい今出てこなくなっちゃった。すごい事務所の椅子に似てるな、やっぱり。そう、一回この椅子です配信し始めた時、え、今事務所って聞かれたことある。事務所の椅子の色とめっちゃそっくりなんですよ、この椅子の色が。すっごいそっくり。なんか事務所で配信してるメンバーとかさ、見たことあると思うけど、そう、結構似てんだよね、この椅子色が結構似てる。巻いてるのもいいけど、ストレートもやっぱり、私ストレートしかできないんだよね、自分で。巻けるようになりたいけど、なんかこの髪の長さってさ、ストレートでさえも緊張しちゃうの。アイロンが当たりそうで、首とかに。だからいつもね、すごいゆっくりこうやってやってる、怖くて。そう、なんかもっと短いと本当にもっと大変だけど、やっぱこれだけちょっと伸びてくるとそうでもなくなってくる。てかもう慣れましたそう、慣れました。そう、でも後ろ見れないから、やっぱこうやってやってる時に、なんかもう感覚でやってる、本当に。だから多少のもう跳ねてるのとかはもう別にいっかって気にしないでいるけど、まあこうやってやってても見えないしね。だからもう、まあ別にいっかって思ってる、少しの羽ぐらいならそう、アイロンは熱いからね。いつも180度ぐらいでやるから危ない、本当に。火傷したことないけど危ないです、とっても。なんとなく思ったけど、画質めっちゃいい。嘘で、本当ですか？嘘。なんか画質いい時はいいし、悪い時は悪いんだよね、私のショールーム。なんででしょう。悪い時はとことん悪い。昨日マジで Wi-Fi 切ったもん、昨日の配信。時々なんか真っ暗になったりするから、あ、これは切らなきゃと思って切ったよね。パーマかからなさそうな髪質だよね。そう、でもね、結構ストレートなんだよね、地毛が。そう、結構直毛なタイプなので、あんまり髪の毛には困ったことないですね。なんかメイクさんにも「え、これセットしてきたの？」ってよく言われたりするけど、「あ、全然してないです」みたいな会話とかよくする。でもなんか早い時間とかに髪の毛もセットして、
で、空きがあった時にもう巻き取れてたりはする。でも静電気すごいんだよね、髪の。これはなん、どうやって直したらいいんだろう。めっちゃ髪の静電気すごくて、スプレーで押さえたり しなきゃいけない時ある。今日は大丈夫だけど。コンペイトありがとうございます。コンペイトを食べたくなってきた。コンペイトいっぱい見たから。今日こんなにコンペイトを見た日ないよ、今まで。コンペイト食べる機会ないよ、私全然食べてない。まあそんな頻繁に食べるものでもまあきっとないかもしれないけど、私はあんまり食べたことない。てかもうすぐあれじゃん、ひな祭りじゃん。私昔からあのなんか日本人形的なあの雰囲気すごい苦手で、なんか あるんですけど、多分すごい何段のやつ、ひな人形みたいな、怖いあれ。ちょっと怖くないですか？夜とか見るとなんか視線を感じない？すごい。でもね、昔あった思い出がすごいあって、こういう何段だろう、5段ぐらい、結構なんか 大掛かりな、多分全員いるパターンのやつだった気がするけど、すごいあのなんかふとした時にすごい視線を感じるっていうか、怖いよね。そう、ちっちゃい時にすごいなんかその風景を見た覚えがあるんですよね。あとクリスマスツリーも確かありました、保育園ぐらいの頃は。そう、なんかどこにあるか今わかんないけど、家にあるかな、おばあちゃん家かな、まあ、多分どっちかにあると思う。そう、だからひな人形もそう、なんかトイストーリーみたいに動いてるんじゃないかみたいな、すごいそういう怖さがあるよね。なんか寝てる時にひょっとしたら動いてるんじゃないみたいな。そう、だからすごい苦手、怖い。やっぱぬいぐるみとは違うじゃないですか、意味が。やっぱすごいなんかね、ちょっとリアリティがあって。怖いよね。ひな人形選抜は何人が正解なの？何人なんだろう、ひな人形って16人ぐらいいるんじゃない？ 16人ぐらいいそうだけど、なんかいるじゃん、人にいっぱい人。まあでも10人ぐらいいそうだけど、どうなんだろう。16人はちょっといないか、さすがに多すぎだな。あ、15人。あ、そうなの？あと一人で公演できるじゃん。そうか、16っていう数字にもちょっと敏感なんだよね、普段から。あ、16か、この公演で公演できるなとか思ったりする。そうね、そうやって思ったりする。これも職業病ですね。今からひな人形出そう。本当にリアルにマジでどこにいるか分かんない、今分かんないけど、どこにいるんだろう、どこ行ったんだろう。公演できるって発想好き。やっぱ16人っていうなんか
すごい自分的にちょうどキリのいい数字だなって思う。そう、キリのいい数字。とっても。コンペイトありがとうございます。ありがとう。降ってきた。確かに48もね、結構敏感よ。たまたま48分だったとかあるある。あります。まだまだコンペイトありがとうございます。ありがとう。街中で好きな曲聞くと反応しちゃうのはオタクの職業病かもしれん。確かにそれはメンバーも一緒だよ絶対。私もさ、この間さ、振り入れした日にさ、ちょうど曲流れて恋落ちフラグのイントロが、おい来たって思ったもん。偶然にも音があるよね。だってすごくない？私がさ、部屋じゃないや、お店入った瞬間にさ、ザッザフラーって流れ始めたんだよ。え、もう狙いましたってぐらい、なんか偶然すぎて。すごいよね。いいタイミングだね、ほんと。あとすごい昔に靴屋さんに入ったらワンツースリーフォーよろしく流れて、ちょっと嬉しかった。ちょっと嬉しかった。有線って何ですか？何、なんかお店で流れてる曲？優先って何？あ、お店で流れてる曲の意味が優先っていうの？そうなんだ。でもお店で流れてる曲って大抵すごいなんかさ、今流行ってる曲とかさ、言うのばっかじゃない？優先。46分だ。50分になったら終わります。あと4分。コンペイトお家あるないです、多分。ないですね。コンペイトだと食べますか？普段絶対あれだもん、
ないよ家には。私の前髪綺麗ね。そう、土曜日に切ったんだよね。あの、私がご飯3杯食べた日、夜。うわぁ、びっくりした。うん、ゆずも覚えてない、最後にいつ食べたかなんて。アイスクリームありがとうございます。なんかコンペイトはなんか瓶に入ってるイメージ、ちょっとかわいい、こういう四角とかの。白米しか勝たん、その通りです。白米あったらもう生きていける、美味しいから。もうなんかお店入ってさ、おかわりできますよなんて言われちゃったらもう食べるしかないよね。え、全然もらっちゃうんだけど全然遠慮しせずにもう一杯もくださいって言っちゃう。そう、この間カツ屋さん行った時にもう美味しすぎてカツ2切れぐらいで人一杯食べちゃったんですよ。そう、だからやっぱりこのペースだと4杯ぐらい食べることになっちゃうと思って、さすがにそれやばいから、そう、ペースを落とそうと思ったけど結局多分2杯ぐらいおかわりしたよね食べちゃう、だって美味しいんだ。でもすごいよね、ご飯と味噌汁あれば私成立しちゃうよ、いくらでも食べれちゃう。素敵。いいね。いくらでも。そこにお刺身とかあればもう最強。もうお腹いっぱいの限界になるまで多分食べちゃうね。ちょっと今なら。お寿司食べ。結局今日もあれじゃん、食べ物の話で終わっちゃった。50分になったのでそろそろ終わりにしたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。またね。ありがとうございました。バイバイ。